ラルーヌボン、またはラリューヌミネは、ピレネー山無薬最生誕に存在する山である。スペイン語、またはバスク語では、ラルンボン、またはラルン山。かつてはフランス語でラーニャラーホーンとも表記した。山頂の標高は905メートル、プロミネンスは670メートル。山頂は、フランスアキテーヌ地域圏ピレネーアトランティック圏と、スペインナバーラ州にまたがっており、 バスク地方のラブールとナバーラの境界でもある。北側斜面に降った雨はやがてニベル川となってサンジャンドリューズでビスケー湾に注ぐ。南側斜面に降った雨はやがてビダソア川となってチングディワント試験でビスケー湾に注ぐ。一般的にはラルーヌミネがピレネー山脈の最西端にある山だとされ、この山より西側には大西洋に至るまで著名なピークは存在しない。 しかし、ジングリワン都市圏を隔ててさらに西側にあるハイスキベルがピレネー山脈の最西端であるとされることもある。このような位置にあることから山頂からの視界は開けており、ビスケーワンサン、セバスティアン都市圏やビアリッツ都市圏の街並み、ピレネー山脈西部の稜線を見渡すことができる。フランス側の山麓には、フランスの最も美しい村に登録されているサールと、 アイノアがある。19世紀初頭のスペイン独立戦争末期には、この山が防御地点として、フランス軍に使用された。1813年11月10日のニベルの戦いでは、イギリススペイン同盟軍のウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの軍隊が、フランス軍のニコラ・ジャンド・デュースールと大元帥の軍隊に、勝利した。初めて登場した著名人は、 1859年に登頂したウジェニード・モンティジョである。この頃は登山鉄道の建設前であるため、ウジェニーはラバの背中に乗って登頂したとされており、山頂のオベリスクに彼女の名が刻まれている。フランス・スペイン国境に近いことから、ラルーヌ・ミネの山麓は何、世紀にもわたって重要な密輸ルートとして使用された。 1930年代後半のスペイン内政や1940年代の第二次世界大戦の際には亡命者がこの山を越えた。ラルーヌ・ミネにはドルーメニア、ストーンサークル、他の新石器時代の遺物があり、バスク人の文化において象徴的な地位を占めている。ラルーヌ・ミネはバスク神話における聖地であり、エレン・スゲの住処とされている。バスク地方における魔女の集会であるアケラレや マズツ儀式の場として知られている。18世紀までこの地域の村々は、魔女が村々に近づかないよう、また、良い風が吹くように、ラルーヌミネの頂上で陰遁者として生きる、修道士に金銭を支払っていた。今日のラルーヌミネは、散策やハイキングに人気の場所であり、西端の大西洋から、東端の地中海まで、ピレネー山脈を8 0 0トルにわたって、貫いている。 ピレネー高原自然遊歩道の最初のピークである。斜面では牛、ポトック、マネックが放牧されている。ラルーヌミネは現在でもバスク文化の象徴的な場所であり続けており、この地域の多くの宿屋や食堂がラルーヌという名前を冠している。ラルーヌ登山鉄道は、ラック式鉄道の登山鉄道であり、ビスケー湾岸のサンジャンドリューズから、東 10km の距離にある、コルデ、 サンティニアスとラルーヌ・ミネの山頂付近を結んでいる。期間は1000ミリメートル。ラルーヌ・ミネの山頂はスペインとフランスにまたがっているが、登山鉄道の線路自体は全線がフランス領にある。現在でも山椒交流方式を用いている世界で4つしかない路線の一つであり、開業当時の車体が現在も使用されている。 運行期間は3月中旬から11月初旬までであり、当期は運行されていない。1908年に初めてラルーヌミネの頂上まで鉄道式計画が提案され、1912年に通過した法律で県に建設と運営が委託された。1912年に線路の布設が開始されたが、第一次世界大戦の影響で中断され、 開業したのは1924年6月30日のことであった。その間で路線を建設して1982年まで運用する免許がデパートモンツーザソシエテアノニムデシュマンデファーバスクに付与され、同社は1914年に社名をボイス・フェレイス・ディパートモンテイルズ・ジュミリーに変更した。19世紀末から20世紀初頭にかけてビスケー湾岸のサンジャンドリューズは ベルエポックの別荘地として開発され、浜辺でのバカンスに飽きたらない富裕層がこの登山鉄道の顧客となった。1978年、山陸のサール村の住民は、ラルーヌの頂上に至る自動車用道路を建設する提案を住民投票によって拒否し、この結果、ラルーヌ登山鉄道は存続した。その後、 ミリ鉄道交通局への免許は1994年まで延長され、合併により1989年からは、ソシエテハイドローエレクトラケージュミリに引き継がれた。1994年、免許の期限切れにより、路線の運用は一旦県に戻ったが、1995年から2012年には、シエフタが運行を担い、2012年以降は、イテイブリスメント、 パブリックデステーションズ D アルティテュードが運用している。ありがとうございます。